将棋将棋の先方振り飛車、角交換振り飛車角交換振り飛車とは、将棋の先方で振り飛車側が角道を止めず、あるいは振り飛車側から角交換を行った状態で駒組みをする先方である。伝統的な角道を止める振り飛車は受けの先方であり、角交換を避けるものという意識があった。しかし、拒飛車穴熊の台頭により、振り飛車の勝率が低下していった。 その後、藤井システムの出現によって一時は、振り飛車が盛り返したものの、拒否者側の対策も進んでいった。そんな中、ご機嫌中飛車が登場し、中飛車に限らず、振り飛車側が角道を止めずに攻めるという、新しい感覚が生まれた。その後、振り飛車が、自ら最序盤にもかかわらず核交換をする作戦も、生まれている。鈴木大介によれば、 振利飛車戦法というものは2枚の駒を裁くことが最低限の目標であるが、角交換振利飛車は自ら角を交換することにより、序盤早々にこの目的の半ばを達成できるという意味があるという。また、角交換、しかも後手側からの角交換は、後手である上にさらに一手損をするため旧来の感覚ではありえない作戦であったが、一手損角代わり戦法の流行によって、 騎士たちが序盤の一手損はそれほど大した損ではないと体感するようになったことが本戦法が認められた理由であったようだという。また角道を止めずに三三角と上がる手は2009年から見て15年ほど前、つまり1994年あたりから見られていた。この手はその広角交換ぶり飛車と結びついたという。鈴木の前継書によればこの戦法の要点は 基本的に後哲いの戦法であること、振り飛車側の方が手詰まりに陥りにくいこと、二筋に飛車を振る向かい飛車の形が好ましいこと、左の金が玉から離れる形になるがそれでも、なお飛車より玉の守りは固いこと、序盤の狙いがわかりやすいこと、及び拒飛車側が穴熊囲いに組みにくくなることなどである。なお鈴木は2009年時点では、 旧来の角道を止める振り飛車は、プロ騎士の界隈においては、めっきり減ってしまったとしている。中飛車が先手として、随一 A のように、角交換後、6 6銀7 7 k 7 8金の形にして、戦う中飛車。この構えならば、原始中飛車よりも反撃されにくく、角銀型と違っていい飛車側角交換からの3五歩、3四角などの筋がない。 中飛車側の狙いは5号からの不交換や、左銀を7号に配置しての発筋逆襲などがある。例えば図 1A から一飛車側が8六歩同歩、同飛ならば5、5九飛7五銀8五歩など。図 1A の進め方は、図 1B から図 1C のように6八銀と構えて、後手側から交換させて、銀を7七から6六に持っていく差し方や、図 1D のように、中飛車側から二手損で、 角交換する指し方とある。図 1c では77角なりに同型として、平目にして指す方法もある。また、図 1d のように88銀としておけば、午後の不交換ができる。図 1d のように、中飛車側が77に角を上げてから、中飛車側から、早めに、角交換する指し方は、前田祐二が愛用していたので、前田竜という名が付けられている。以下午後のを交換し、 ご手が五四歩と歩を打たなければ、先手も、安易に飛車を引かずに五五にいて、八五のぶっつけや、七三桂には七五歩のかつらあための含みを見せ、作戦の幅が広がる。なお、随いちで、角交換を拒否する四四歩には、五七銀二五三銀なら以下六六銀五にひご五ほうよ銀五ぎんご銀よんぽ、どうぎん八うごほうよ八ほで一 五七銀二四二銀ならいか、六六銀四三銀五五歩五三銀五四歩、同銀左六五銀となり、ここ方には五四銀同銀五五角同銀、同飛四二玉五四歩七一角五三銀、三二玉六二銀だなど。五七銀二五二金右ならいか、ここ歩同歩六六銀四二金左五五銀、四三金四六歩とし、四二玉なら四五歩同歩四四歩など。 特に丸山ワクチンになれば必然的に各交換ぶり飛車の様相となるが丸山ワクチンは展開はしっかり駒組み見してから戦う比較的穏やかな将棋となるため乱戦のような展開が嫌な場合安心感のある作戦である丸山ワクチンに対してはご機嫌中飛車側はどちらかというと随一愛のように向かい飛車に転じての飛車先逆襲を目指す展開などが施行された そして常に一歩持った後の四四角から二四歩、同歩二六歩や三二金からの二四歩同歩、同飛などがある。一飛車側は、初期の頃は五起源中飛車側の玉が七二に移動した、後の五五歩に対する四七銀の用意が必要と、考えて六八玉より先に、右銀を四八に動かしていた。実際には六六歩で受かっている、五五歩と疲れても、 6七銀であり、8八,八角には7七,七角同角なり、同玉である。こうして、左身のから、右金を動かさずに6六,六歩型にするのが、従来よく指された。向かい飛車に転じた、才能を三角に4四,四角への備えを、また6九に金は飛車先逆襲の備えを用意している。従来は2二飛に4七銀に4歩同歩、同銀三六歩に五金に三八金などとしていたが、 以下に7歩同比に6銀に8飛49角となると6六歩が災いして7六角なりとなる場所ができてしまっていた。従って異者側も3八銀型にして2二飛4六歩に4歩同歩同銀の進行に6七角や5六角を用意する指し方になる。そのコート一愛のように先に4四角とする菅井達也の荒手などもあり、拒否者側も別の展開を試行することになる。 ご機嫌中飛車側は、このたず 1J のように84歩とついて、銀冠に組んで模様を良くしていく指し方もある。以下の進行例として、ズイ k のように飛車がダイヤモンドミノに組むなどがあるが、ズイ k の77 k では後手から4に角の、学べ流から次の9に高級1飛からの、橋攻めが非常に受けづらいため、ズイ k の77 k では先に86歩が、指されている。 これには、その後、振り飛車側が右、桂を跳ねずにし、8六歩に対し6四角とする指し手などが示され、そこで飛車側も右銀を4七に待機して8六歩から、8七銀と先に、銀冠に組む指し方も示すと、ご期限中飛車側も左銀を4四から5五に早く、展開して5六の歩をつかせにかかるなどの攻防が、生じている。飛車側はこの他には、 随一エムズから一エヌのように、玉頭くらいどりに持っていく指し方もある。角銀中飛車では、第二エいズの先手陣のような左金型がたではい、い、飛車側の陣形によって6五歩といった、角交換を挑む仕掛けが成立する。7七角なり同系6五歩は、以下5五歩から同歩同飛で、場合によっては6五から8五と飛車をさばく狙い。6五歩に、 これを同歩としても、いかごごほでこれも同歩であると同比として、すでに一飛車側が歓迎できない局面となっている。第二ビ b 図から同角は同角で一飛車側が不利となるので、例えば 73K としたら、そこで、先手は5にひなりとし、同金は2に角なり同玉4一角3に金といった攻撃が生じる。これは、松下両区が初めて指した順であり、 後手拒否者側で五三、銀右型でも五三、銀左型でも七四の歩がついてあれば、同様の仕掛けが生じる。第二シーズは、1975年の先手、大内の部 VS 後手、中原誠の名人戦の局面で、先手中飛車側が、角銀の陣形から、角交換を挑み、六五歩とついたところ、中飛車側は、角交換をしてから、 一例として六六角の自陣角から五九飛、八九飛八六歩八四,四歩などの、飛車先逆襲や四六角などから七筋への攻撃の狙いがある。第二シーズからの実戦の進行は、以下同角なり同系四四銀五九飛七、三形四六歩に飛車側が八六歩同歩、同飛と飛車先を交換してくるが、以下七五歩八四飛九五角八一飛七四歩となってみると、 先手の仕掛けが、見事に成功している。また、7、8、金型の中飛車は、第2イーズのように引き角からの角交換もあるが、これにも対応が可能。これは1982年の規制戦五番勝負第3局。先手、森慶二 VS 五手、二上達也の局面で、第 2F 図のような展開に持ち込んで、中飛車が解消している。なお、中飛車側は、 先手 77K-78 金型は、飛車を先手59から89に展開し、飛車側が 73K がなければ、常にどこかのタイミングで2五の負を左桂ツで取り、飛車先を逆襲していく筋が生じている。錆び方の島飛車とは、第 3A 図のような陣形に組んで、角交換から右銀を攻めに使っていく振り飛車。第ビーズは、第 3A 図から一飛車側が、 角交換に応じて、少し進んだ局面。この後の島飛車側の狙いは46または28に、自陣角を打っての75歩からの攻めなどである。第 3A 図に戻ってい飛車側が、角交換を避けて44歩の場合でも66、金として55歩や75歩などから島飛車側の飛車先、突破の出足が、通常の身の囲いからのものより早く攻撃体制が、築き上がっている。 第三シーズンが、その一例で、拒否者穴熊に組むため角交換を拒否してきた場合、六七広く八角四六角に八角と、駒組みすることができる。また相手の陣形が穴熊ならば、四六角を生かして三六歩三七桂一五歩、一八五六九飛から一九飛の地下鉄飛車も、可能。この構えは、天野双歩が、このような島飛車を指した寄付があることから、 そう歩みびしゃとも呼ばれている。錆ビ刀というネーミングの由来は、この戦法が掲載している、マスダ構造実力性、第四代名人著、マスダの将棋指南シリーズ6島しゃの指南には、由来はどうかわからんが、本戦法は、錆ビ刀という名前がついておるそうだ。全体的な印象から錆びた刀でごしごし切るような、ところがあるのでこうなったのであろう。と記載されている。 四五歩本は主に角道を止めるノーマル島浴び車で三二銀五三歩型での場合、拒否者側が棒銀や鷺の宮などの急戦含みの線形に来た際に、その対策として振り飛車側から四五歩と角交換を仕掛ける指し方。第四映図は、その一例でこのように七八銀五七歩型であれば、拒否者側からの角なりに同銀とすれば、 急戦の際の弱点である角頭攻撃からの飛車先、突破などの懸念材料が解消されるというもの。また5筋の負をついていなければ、7、9角などの反撃が生じない。振り飛車側とすると、角を持ち駒にして自陣からの遠見の角で局面をリードする狙いと、拒飛車側の角を盤上から消すことで、急戦が緩和する狙いもある。 そして通常の角交換型島飛車と比べると、島飛車の飛車先の位が伸びてそれだけ敵陣に迫ることになる。逆に飛車側とすると、位が反撃の目標になることになる。島飛車側の狙いの一例として、第4ビーズのような発出のうちがある。第4ビーズ以降は6 6銀7 7 k と、組んでの飛車先突破などがある。97角295歩は同歩同行253。 角り同金九五甲の二枚替えがある。このため、一飛車側の対策例としては五三や三一二、ある角の質駒になっている銀を角筋から逃がしつつ九五歩から角への攻撃を仕掛けるなどである。また、拒飛車側からの狙いとしては、一例として飛車が浮いた際の、例えば一飛車後手として七三桂六五かずら同品に七八つのうちなどがある。なお、 端角型の応用として、角交換ではなく、拒否者側が飛車先を伸ばしてきた際に、角ではなく、銀を上がって飛車先を守り、気を見て、角を九六歩から九七角と覗くようにする指し方がある。その他に振り飛車側の狙いとしては、角交換をしてい飛車側が漠然とした駒組みをすると、端が弱くなるため、第四 a 図から七七角なり同銀四四歩。 四七金四二銀上に三六金として、三三桂に六金に四歩一五歩に五歩一六歩1、一五歩同金という橋攻めや、第四シーズンのように一八甲から六九飛から一、九飛から一五歩の橋攻めを観光するなどの作戦がある。地下鉄飛車も参照。攻撃的な七八金型向かい飛車も、同じ七八金型振り飛車である上記の、角交換型角銀中飛車のように、 飛車先の歩を振り飛車側から交換してからの六五歩を上等手段として指されている。図では一二甲と穴熊の明示を見てから六五歩を指しているが、類似の線形でも行われる。向かい飛車側の狙いは七七角なりに同形としてからの八五飛など。後手拒否者側がこれを防いで七三形ならば七五歩でカツラ頭を狙うことができる。 これに84比では中飛車の第2ゲーズと同様の事態が起こる。この局面では一飛車側が穴熊の場合なので44歩と角交換を避けることが多いが、その場合は55歩56銀の活用や66角、もしくは68角77系として、サカツの活用を図ることができる。第 5A 図の場合は65歩に86歩もある。これは次に77角なり同 k 7 9角の 狙いがあり、8六比には今度は同比同角9九、角なりなどを見ている。先手は他に8六比に変えて3三角なり、同計6六角もあり、以下8七歩正同金7九角には8四歩、8八角なり同金以下、8三角から馬を作るなどの手が考えられる。第五ビーズの場合は7七角なり同計1一玉の進行は、 以下六六角から八四角八五歩から六六角、八四歩としていく狙いがある。マスダ流向かい飛車マスダ流の向かい飛車とは、マスダ構造実力性、第四代名人が考案した積極的な向かい飛車。基本的に、先手版専用の作戦で、なおかつ初手七六歩に、後手が二手目に八四歩とついてきた場合のみ発動。後手の場合には先手が、 初手に六歩三四歩二五歩三三角七六歩二二飛に四八銀四二銀などとなる場合もしくは下の四手目三三角先方で五手目に角交換をしてこない場合に発動三手目には五六歩この手では七七角八八飛もあるが五手拒否者が八四歩型で止めていると八筋に争点がなくなりこれでは別の先方になるので 先手としては、相手の八五の歩が伸びてから向かい飛車に振るため、この手で間合いを図る。以下八五歩七七角五四歩八八飛で、向かい飛車になる。以下三四歩と角道を開ける手が、実戦例として多い。なお以下二二角なり同銀五三角は、五七角の打ち返しがあり、乱戦の戦いとなる。六八銀で、基本図になる。 基本図から六二銀四八玉四二玉は、八六歩が後手の四二玉型に反応したおなじみの仕掛けで、以下八六同歩と取ると同角三一角なりで、飛車のすぬきが生じるし、取らずであると八五歩から飛車先の逆襲が可能。このため、八六歩では七七角なり同銀八六同歩とするが、以下同銀に四四角七七角同角なり、同型がこの向かい飛車の狙い。 以下七五歩であると、同歩ならば八七歩同飛七六角八八比六七角なり四六角八七歩同飛七六馬八二角なり八七馬八九飛六九馬同飛八八飛四八銀八六飛りなどの進行が予想されるが七五歩には六六角もあり以下七六歩一一角なり七七歩正、同馬五七桂五九金左四九桂り、同金などの進行が予想される したがって、基本図から、後手は六四歩や五三銀としてから四二玉、もしくは単に四二玉とする。単に四二玉の場合には、以下八六歩、二二角なり四八玉などが有力である。八六歩は先ほどと同様の狙いで、以下八六同歩と取ると同角三二玉に八三歩と、叩いて、以下八三同飛は三一角なりから、飛車の、すぬき。 勢いで八八角成八二補正と飛車を取り合うと、以下八二同銀は八五飛三一角成で、今度は馬を抜かれてしまうので六二銀と交わすが、八五飛九九馬九一と八八飛七七、K で、先手の駒得が約束される。また後に紐も七角で同角成は同銀で、狙い通りの展開である。従って八六歩には同歩とせずに七七。 角成道銀八六歩道銀七四歩八五歩などが進行の一例。イメージと読みの将棋官によるとこの仕掛けは、プロ棋士六名のうち先手の利があるとしたのは谷川康二だけで、他の五名は先手のその後の展開はあまり面白くないという。増田康造が指した当初からこうした単に四二玉はあったが、現在その先の指しても詰めて考えられてからは八六歩からの、 仕掛けは無理と見る騎士が多いとし、平成以降も公式戦で100局刺されていても多くの、将棋では、先手は4八玉としていることが知られる。ただし8六歩はそのうち19局あり、先手の6勝12敗千日手という結果であった。一方、2に角成は3二玉と寄られる前に角を変えて、後手の壁銀を強要する手段であり、同銀に、 以下7五角と4八玉とがある。7五角と打つ手で5二玉が強要される。これを嫌って6四角と合わせるのは6六角3二玉、5七銀6二銀4六銀5三銀5五歩で、先手の銀の活用が効く。4八玉には6二銀3八玉3二玉、4八銀5三銀7七銀6四銀8六歩、同歩同銀3三角7七角6五銀。 八五銀七七角成同形七六銀八三歩で七七銀成八二歩成は飛車を渡すと後手の壁銀が響く。従って八三同飛八四銀八二飛八三銀不成四二飛七八金という進行が予想される。四八玉はあくまで飛車側から角交換させる指し方で後手が六二銀ならば八六歩で上記と同じ展開。 4八玉3二玉3八玉,3八玉6二銀2八玉5三銀3八銀と拒否者側から角交換するとやはり飛車先から逆棒銀で逆襲されるので変えないで進めることが多い手順中3八玉のところで2二角なり同玉5三角の打ち込みは以下4二銀7五角なり八四角同馬で馬を消される以下同広く六角は大手飛車であるが 四四角の切り返しがある。最初の二二角なりの時後手は同玉と取るのは、同銀であると五三角六二銀に六角なり、四四角同馬同歩五五歩で同歩には六五角の筋がある。この形では、佐藤や須ツが採用している力戦向かい飛車穴熊も知られる。これは、第六シーズンに示す居飛車から七七角なりと角交換してきた場合の同銀として、 気を見て八六歩同歩同銀と八筋を逆襲する筋も狙いとしながら、マスダ式の常に角筋が敵陣を睨んでいる形になるのを生かして、従来の振り飛車と違い角道を通すための六六歩から六五歩の二手を省略している格好となる。これを利用し、相手が一飛車穴熊の場合に三六歩四六、銀三八飛から袖飛車で速攻を仕掛けることができる。そして、 左金も5九から4九という順で引き付けるというもの。後手の対策としては、羽生義晴がこの線形で示した後手の構えである、平矢倉プラス4筋位取りがあり、6五角の筋違い角から4七から3八を睨む、ラインを効かして4六歩同歩3八角なり、同金4七歩といった攻め筋が示されている。3八角なりの角切りを防ぐために4八、 金型も示唆されているがその場合では今度は4六歩、同歩4七歩が金あたりになることになる。大の流ュウ迎え飛車大の源19段が得意としていた、先方で相手に角交換から馬を作らせて刺す。すると、攻め駒非確角銀、経過のうちの角がすでに戦線離脱となってしまうので、少なくとも相手からの急戦速攻はなくなることになる。このため、 拒否者側は馬を作った徳の利を得るため、拒否者穴熊にすることが多い。初期からの指手は7、6歩で、3、4歩に5、6歩とする。すると、後手拒否者側は、必然的に8、8角なりとして5、7角に4、角なりを狙ってくる。8、8角なりに振り飛車側は同う一取り、以下5、7角、6、8銀に4角なりとなるが、振り飛車は5、7、銀型、4、6、銀型の振り飛車に、 移行する。初期からの指して7六歩に8四歩の際にも5六歩と、する。3四歩ならば振り飛車側から2に角なり同銀、8八飛でも、端歩をついて、様子を見るのでも構わない。また7六歩に8四歩5六歩8五歩7、7角3四歩でも、以下5五歩ではなく8八飛とすれば、王の竜に移行できるが、角交換しないまた相手が角道を開けてこない場合は、 別の戦法になる。佐藤やスミツは類似の手法2005年7月の大井戦で、ハブヨシハル相手に後手ついで、一手損角代わりの、要領で8八角なりと振り飛車側から角を変え、同銀に二二飛という向かい飛車を観光している。この時は、先手に六歩型での角交換なので、五三角からの馬作りが効かないことになっている。以下七七角の時一二飛とし、 二五本にに二銀として、この後飛車先を切らして、飛車先逆襲を見せてから、二二の銀を33三三から4二に繰り出し中央での、戦いになったが、結果はご手が、巧みに、先手の攻めを弾き、74手で解消している。第七エイズの筋違い角は34の歩を取った後に、角を16に引き、その後に6歩を経て38に角を引いたもの。 これは通常筋違い角は3、4、の歩を取った後に、角を5、6に引き、そこから向かい飛車にするのに4、6歩から3、八角というルートをたどるが、後手も4、4、銀とし、8、8、5、5、5銀、3、八角、4、6、銀とされると、後手の攻めが早くて8筋は、激が間に合わないためである。追加7、2、金ならば6、8、金で、次に8、6歩からの棒銀を狙う。 一方で第7ーズの駒組みは6五角に、後手人が5二金として、7二銀7四歩7三銀と備えた場合、このような持久戦となる。この後4筋を攻撃目標にするなど、これも一曲。こちらは3手目7七,七角での筋違い角向かい飛車で、後手ついの4手目3三,三角先方の6八玉のサイにも使用できる。通常の筋違い角と比べ、 先手は 77K の一手を多く指していることになる。第 7D 図は、第7シーズから数種進めた局面。ここから、先手は8三角なり同比7五銀があり、以下8二比ならば8四銀から飛車を成り込んで良い。第 7F 図は、第7シーズから5手8四歩止めで駒組みを進めているもので、これも振り飛車側は人形を生かして8五歩から飛車交換を迫ることができる。 同歩同飛に八三歩と辛抱しても、やはり八四歩同歩八三歩同銀八三、角成同飛七五銀の筋が常に生じている。ご定番で行われる。主に向かい飛車にする。初期からの指し手は七六歩三四歩に六歩三三角で、ここから、指し手が普通に四八銀などと、三三同角なりとしていく手とある。普通に四八銀なら二に広く八玉四二。 銀七八玉六二玉二五歩七二玉で、マスダ式と合流。手順中に2日に三三角なり同形六五角の両星狙いには四四角の反撃があり、高取りが受からずに飛車が痺れることになる。一方で三三同角なりは三三角を咎めるには、この一手で同形と取らせることにより振り飛車の形を早く決めさせている。これで第七イ図となり、 この後の一飛車の指し手により振り飛車の出方が変わる。第 8A 随下、二五歩には二二飛。この二二飛に六五角は、四五カツラ三角なり五七桂不なり。四五桂を先手が受けると三三角や五五角。六八金五五角七七桂の受けには、三七桂なりに六飛四七成桂同角、一九角なり八三角なり八二飛となる。鬼殺し向かい飛車にされる。 第 8A 図以下、96歩は、第5期限中飛車、佐藤新手の応用。45桂ツラ5五角の時、97個を用意している。また96歩42銀95歩なども有力で、また25歩には32金や42比もある。第 8A 図以下、48銀は、普通の駒組みとなる。以下、第 8B 図や、第8シーズなどの例に合流する。第 8B 図からは、 二五カツラに四歩一四歩一六歩を入れてから一五歩同歩一七歩二六歩一五後二五歩同歩から二六歩四九角二五同飛ならば二四歩二八飛二五歩四八金二六歩三八金四九角などの狙いがある第八シーズでは四五歩六四角などの狙い他第八 A 随下の指し手に六八玉がありこれには二二飛ならば六五角が成立する したがってこの場合は三二金からの立尺流や、中飛車、六五角からの筋違い角向かい飛車、あるいは居飛車へと変化する。プロの公式戦では六八玉の指し手が多く、藤井氏は手堅く指すなら、先手は七八金を進めている。また藤井は、後手の三三桂型が決まっていて、作戦の幅が狭く、あまり自由度がないとし、この局面は実戦である。 程度調べがついているという。先手も相手が振り飛車等なら6八玉、拒否者等なら7八金などであるが、振り飛車等でも6八玉に対して4四角からの乱戦に持ち込んでくるので、やはり悪くならないなら7八金が無難であり、相手が4二飛などと振り飛車にしたら6八玉から7、7七玉8八玉と囲うなどの指し手もある。平成以降の一時期にかなり頻繁に指されており、 2007年までに114局現れ、内容は先手の63勝44敗4千日手となっている。平成6年規制戦で後哲外のハブヨ晴が用いて相微者の勝負となったが、結局終盤に千日手となる。ハブはこの他に平成20年の佐藤康光との一戦でも採用し、この時は 後手のハブは三三桂型島飛車から向かい飛車。先手の佐藤は七八金マイナス六八玉型から七七玉から八八玉の入場を使い、先手が勝利している。平成元年以降20年間で129局、刺されて、先手の74勝であったが、平成20年度にはこの年度だけで136局も刺され、後手が82勝と大幅に勝ち越し始める。 翌年は3月までに37局刺されて、5手21勝16敗となり、5手の有力戦法となっていった。なお、現在では初手からの刺して7六歩3四歩2六歩に4手目は、3三角や4四歩、8四歩、5四歩の他には3二金、4二飛、9四歩、などの手が出現している。2手目3二飛も3勝。 三権飛車は角道をオープンさせた指し方については、従来の初手76歩34歩78飛であると、当然ながら88角なり同義に4五角の反撃があるので成立がしなかったが、初手に78飛として先に飛車を移動させ、68銀、または4八玉を決めてから角道を開ければ、4五角の反撃を食らわない、としたもので、角道を開けた三権飛車が実現。 初手七八比は、角倉慶太が指したことで角倉新手と呼ばれる。これであれば、アイブリ飛車においても、従来の七六歩三四歩六六歩あるいは七六歩、三四歩七五歩から後手がアイブリ飛車を指向するならば、前者は三二比、後者は五四歩で七八比は前日の四五角が成立するので六六歩が必要であったが、七八比三四歩六八銀三五歩七六歩ならば、 先手は角道を止めずに戦うことができる。いかご手三に火にワニに角なり同銀三八金五に金左八八火として、先手が主導権を握る指し方ができる。七八火に八四歩七六歩八五歩は七七角三四歩四八玉で、七七角なりとくれば、同系で新鬼に殺しに合流する。また早石田もご手三四歩なら四八玉とし、 以下八四歩三八玉八五歩七六歩六二銀七五歩と三八玉と進めてから角道を開ける手順進めれば四二玉四五角を食らうことはなく、石田流に合流できる。七八比に、五手八四歩の場合も七六歩八五歩に七七、比として八筋を受ければ七五歩七六比が実現できる。以下三四歩には七八金とし、七七角なりなら、 一同角に二銀一五角がある。後手が角交換を、見送り六二銀ならば七五歩四二玉七六、一となれば、早石田に組むことができる。二七七角なりには、むしろ同形が攻手で、次は何でも六五桂と跳ねて一丁上がりとなる。対談、瀬川昌司六段、今泉健二四段、B 級先法はこんなに楽しい初集で、今泉健二は、実際に、 これを食らった天凶暴を見たことがあるとし、瀬川昌司も、確かに自分も取りそうだとし、77同形で先手よしは、面白いとしている。第9シーズは、第 9A 図から先手ぶり飛車側が、角交換から76に構えず美濃囲いに、後手拒飛車側が63銀型に構えた局面で、後手が86歩とした局面。この符を突くと、以下同符同飛二二に角なり同銀七七角といった、 ノーガード戦方に似た指し方に導くことができる。ここから八九ひなりは二に角なり三三角に、一場一一角なり三二銀で、同金同馬に四一銀は二三場から三三桂がある。先手ぶり飛車陣が、身の囲いの強陣になっているので、この形の上等手段である七七甲などといった、後手の攻めよりも先手の攻め足が早い。 従って、一飛車側は八九飛なりではなく八二飛とし、以下八三歩後二飛は三二飛八八飛七二、金と、拒飛車側だけ持ち駒に角を持って、局面を収めることが多いので、振飛車側も八六同飛二二に角なり同銀で、七七角とせず八八飛とぶつけるという鬼六流、独管飛車や五期限中飛車田村式でおなじみとなった手段に持ち込むこともある。 一家八七歩に振り飛車側は九八飛八八角、七八金三三角なり七七角八二飛八六歩として、八七の歩を取りに行く。菅井隆角交換三軒飛車坂田隆向い飛車の出出しから三軒に振るのが、菅井隆角交換三軒飛車である。振り飛車のアイデアを数多く生み出す菅井達也の名が、冠された三軒飛車で、初手から七六歩三四歩二六歩三二金二五歩。 三三角同角成同金六八玉の坂田竜向かい飛車の出だしから三二飛三三飛車は坂田三吉のライバルであった関根金次郎が指したこともある。この指し方は2017年8月29、30日の第58期王位戦五番勝負第5局、先手、羽生義晴王位対後手、菅井達也挑戦者で現れた。 菅井には初タイトルがかかっていた一曲であったが、そのような大一番で披露したことも話題となった。緊張のあまり飛車を振り間違えたかなどというジョークも飛び出したほどであるが、この作戦が生きて、菅井は自身初のタイトルを獲得した。岡山県出身のタイトル保持者は森安秀光球団が1983年に規制位を獲得して、 以来34年ぶりのことであるが、菅井竜三県筆者の原型はくしくも、森安九段の将棋にある。第 10A 図は1993年3月29日の、王将戦、対、畠山成功戦で、実戦は77銀6二玉、6八玉7二玉、7八玉8二玉4六方7二銀4七、銀4二銀,銀5八金右三四金と進んでいる。 第 10B 図が駒組みが進んだところ、35歩とくらいを取って、34金と前進する。一下 33K から25の歩を取ってしまうのが狙いで、この金が活躍するかが勝敗を分けることになる。振り飛車は2から4筋方面で、巨飛車は玉頭方面でポイントを狙う戦いとなる。ありがとうございます。